早速ですけれども、上野さんの方からお話をお願いできますでしょうか。はい、こんにちは、上野千鶴子です。こんにちは。スワッチショップ、皆さんの手元にこれが届いてると思います。でね、こんな本が12冊出てるって知らないでしょ。売れてないもん。売れてないんです。でこの本ね、ちょっとこのね、文献リスト見てください。で新編12巻、編者が合計8人、その前に旧編っていうのがあって、合計8冊、編者が4人、こういうことをやってきました。で旧編は準備に2年、刊行に2年、新編は準備に3年、刊行に3年、合計10年間ぐらい私たちエイエイと金にもならないことやったのよね。でそれでね、なんでこんなことやったかってことなんですけども、これアンソロジーっていうんです。アンソロジーってのは一旦すでに世に出たものを集めて再読するというのは、もうこの時点で日本 の, フェミニズムと女性学の、蓄積が相当量あったので、それを、次の世代に残すために在庫目録を作ろうっていうふうにやったんですね。で似たようなものはいっぱいあって、ちょっと後ろ見てほしいんだけども、その他に、フェミニズムコレクションっていうのが提唱から出てます。絶版になってます。それからもう一つね、私たちがものすごく恩恵を受けたのに、資料日本ウーマンリブ誌全3巻こんなドカンっていうのがあります。岩手大学にある女性センターにある、ないでしょうね、買って。でこれはね、日本のウーマンリブの誕生のマニフェストである、便所からの解放というチラシが再読されているとかね、そういうものを集めて、出したんです。でこういうことをやらないと、歴史に残らない。で歴史に残らないというのはどういうことかというと、歴史を作るというのはね、何かを覚えて何かを忘れるっていう、まあ、暴力的な行為なんですね。で、これを出した後、去年のちょうど1月に、全12巻完結記念シンポジウムっていうのを東京大学でやりました。で8人の編で全員来てもらったんだけど、これが大受けに受けて、こんなに面白いんならこんなこと東京ばっかりでやるのは全国持ってけって言われたもんで、全国12カ所手を挙げていただいたところに1巻ずつ選んでもらって、回りました。今なんか巡業中の11回目。で同じことを、朝日カルチャーセンターの新宿が面白いから朝カルでやってくれって言って、これも12回、11回まで来てます。ただし朝カルと皆さん方はどこが違うかっていうと、朝日カルチャーセンター1回参加料3000円です。金の切れ目が縁の切れ目。で皆さんのとこタダでしょ。で前回出た人にはご褒美あげようっていうんで、前回12箇所踏破する人がちゃんとこの中にいます。で、その12回分の毎回の3箇所のレポートが、この、ワンのサイトのブックトークのところに毎回びっしり出てます。で参加者がね、すっごいレベルが高くて反応がめちゃくちゃ面白いんだよね。で私たち喋る方も気合が入ってます。で、なんでこんなことやったかっていうと、私たち自身がまず高齢化してるからですね。私たち自身が歴史になりつつあるんです。でね、気がつけば後ろ誰もついてきてない。でそうすると財産目録作るっていうのは、それを相続してくれる遺産相続人が目の前にいて渡さないと作ったって意味ないわけですよ。ところが今日来てる人は平均年齢は高そうかな。でやっぱね、フェミニズムっていうのは、まず高齢化、それからやっぱりね、札付きで、みんなから嫌われる。でこんなことやったらね、社会は生きていくのが難しくなるとかね、仕事がなくなるとか、まあ、いろんなこと思われてるみたいだけども、それをなんとか若い人に手渡したいと思って作ったのが、手間にもかけて作ったのがアンソロジーです。でそれで、それを今全国に持ってってるんですが、こういうのって歴史を作るっていうのは何もかも記憶するわけにいかないので、何を記憶し何を忘れるかという、まあ、選択と忘却というね、暴力行使やってるんですね。で、まあ、いわば権威づけやってるんです。これは覚えておこうという。でね、とっても面白いのはね、こういうことをみんないろんな人たちがやってきたんだけど、私の弟子の裏見てください。
私たちの大先輩市川房枝さんとか丸岡秀子さんたちが、日本婦人問題資料修正っていうのを現物見たことあります？こんなどでかいやつが合計ね、全10巻揃ってるんです。大きな図書館に出てる。これ見たらびっくりすることが分かります。市川房枝先生が、編集されたこの第2巻政治にね、ウーマンリブって証拠がないんです。ないんです。で、何が分かるかというと、もしね、後世の、研究者が、日本の女性運動の歴史を研究しようと思って市川さんの資料集を元に研究したら、ウーマンリブって日本にあなかったのねってことになっちゃう。で、もう一つね、丸岡秀子さん9巻があります。この市長の上は戦前編、市長の下が戦後編なんだけど、ここにたった一つだけ、田中美智さんの本から一部が採録されています。便所からの解放という有名なチラシは入っていません。で、もう一つ、私たち、女性学の大先輩である井上照子さんが若い時の名前ほとり、照子という名前で書いた文章が入っています。で、そうすると、丸岡秀子さんと市川房枝さんとは歴史の見方が違ったでということになるのね。で、市川房枝さんはリブを政治だと思っていなかったということになる。で、こういうふうにね、実は大変なことを私たちはやってるんですが、だから誰が編集したかで、随分違います。で、私たちカンカンガクガクの議論をしながら、準備をかけて、で、各班の担当者を決めて、ここで岩手の方たちは母性を取り上げたいって手を挙げてくださって、変者の、原沢をここに無理やりお連れしました、ということをやってるんですが、そういう中でですね、今こういうものが目の前にあります。だから私たち今12巻あるから、女性学の勉強したいとかっていう人に何に興味があるの、母性に興味がある、じゃあこれ読めば、労働に興味がある、じゃあこれ読めばっていうふうに、とにかく入り口をこうやって示して、ここから奥に入ってねっていうことができる、便利なものができたんですね。で、ただしね、旧版と新版の間に15年間の時間があります。で、15年の時間っていうのは、時代が変わるに十分な長さなんです。女の状況変わった、それからこの15年間に、女性学とフェミニズムの蓄積がものすごく大きかった。で、それを、改訂版作る必要があるよねと思って作ったんですが、じゃあね、今完結しました、今から15年後考えてみよう、15年後自分がいくつになったか考えてみよう、私はもう後期高齢者に入ってます。そうすると15年後に新しいアンソロジーの改訂版を作るのは、その時40代になってるぐらいの人たち、あなた方なんだね、その時40代になってる人がそもそも作ってくれようっていう気になるかどうか分かんないけども、できるかどうかが問題。じゃあ最初に何を考えるかっていうと、私たちはこれは一旦印刷物で出たものの中から集めました。そしたらところが今ね、ウェブ上に山のようにブログ、ツイッター、ネットがある。で、それみんなね、目の皿のようにして見てね、そこからね、拾い出すものを、値打ちのあるものを、それを、見つけ出すだけの、それだけのフォローが一体これから15年後の人にできるかどうかというのが第一。から二つ目は、私たちは日本のフェミニズム、日本人のと言いませんでした、日本語で情報発信されたオリジナルな、なぜかリブもフェミニズムを輸入品でも借り物でもないということをどうしても言いたかった。そのだから大変申し訳ないけど、外国の研究してる人のものは全部ここから落としました。で、じゃあ今度は日本語のっていう時にね、日本語使ってるのは日本人だけとは限らない。じゃあ外国の人が日本語で書く、あるいは日本に住んでいる人がその自分の国の言語で書く、それは日本の中で起きている女の問題について情報発信するオリジナルな発信が日本語でやられるとは限らない。で、そうするとね、じゃあこれを言語ナショナリズムっていうんですよ。日本語だけでこういうアンソロジーやっていいのかって言ったら、じゃああなた日本語ちゃんとフォローできる、英語もやる、ハングルも見る、中国語も全部読める、そんな人も誰もいないよね。で、じゃあそれは今度この次のアンソロジーやれる人がいるだろうか。で、その次何かっていうと、
3つ目には何かというと、私たちは、女による女の情報発信、女の声を集めました。だからね、男が女についてグズグズ言うのはうるせえって曲出したんです男性差別しました、露骨に党派的にやりました。なぜか男は女について喋るの大好き、女のことなら僕に聞きなさいっていう男はいっぱいいるの、渡辺純一とかでもそういうやつから聞き飽きたから言われたくない。女という経験は女が一番よく知っている、だから女のことは女の、でだからおまけみたいにして男が男について書いた男性学っていう巻を特別に指定席で作ってあげたんです、恩情を持って。でもこういうふうな、これをね、党派性と言います。でこれはとことん党派性を持って作ったものなんですが、15年後に同じことできるか、あなたは男女って言ったらさあどっちか分かんないっていう人もいるかもしれない、元男だったけど今女だと思うとか、どっちに分類されるのも嫌だっていう人たちが出てくるかもしれない。じゃあその人たちの声どうするのかって言ってたら、これもどうしていいか分かんなくなる。だから申し上げます、もしかしたらこういう歴史的な日本のフェミニズムのアンソロジーは歴史上これが最後になるかもしれない、そのぐらいの仕事だったんだっていうことを前提にした上で、じゃあ今日私たちよりも私たちって残しに言うね、私63歳、旦那さんいくつ？59です。あ、そうまだ還暦前なんだ。ここに深い道とか。これ、ポスカン、プレカンって言うんですよね。大して違わない。だから私たちよりも若い人たちは、じゃあ例えば10年、15年後に一体、何ができるだろうかということを考えながら、今日の話を聞いていただいたら嬉しいと思います。はい、原さん、バトンタッチ。はい、目次ですね、目次のコピーが配られてますので、それを見ていただければと思います。本ある人は目次のコピーいらないと思いますので、はい、よろしくお願いします。あらい方の方に置いて入ってください。では始めさせていただきます。声届くより立ってしまいました。20分ぐらいなら大丈夫です。59歳です、はい、一生懸命言っております。で最初にそのちょっとね、どこでもこの前もね、上野さんと一緒にやったこと怒られたんですけど、私さっさと言い訳しますが、この本の編集っていうのは、新しい本の編集っていうのはですね、元の本を一切変えることなく、ちょっとそれに追加せよっていう、そういう要求だったんです。それでたくさん収録できるところとちょっとした収録できないとかありまして、私は大変制限のあるような条件で編集しました。全員です、全員。いいえそうじゃないこともあるんですが、他はかなり厳しいんです。そういうわけでですね、入れたいなと思ったものは十分入らなかったり、それから前の方はかなり長く撮ってるのに、後半の方ね、今度新編集のとか短く、みんな中略、略ってこう、と要約して、ね、入れてあるのはそんな理由になってます。大変その申し訳ないことしたと思うんですが、やっぱりどうしても何て言うか、出版社の都合でこれ以上パッセージ数を増やせませんみたいに言われましたので、そういうことでやらせていただきました。で母性っていうことで森岡呼んでいただいたんですが、これ2つ目は最初のことかな、レジュメに母性を論じることのアンビバレンスって書かせていただきましたが、母性ってものすごくですね、議論していくとですね、もう何て言うか、激高する、もうみんながね、違う意見を持ってて、ものすごく対立する論点なんです。で、ここをやっぱりね、微妙だし、すごくこう、対立する論点、それぞれにね、思いがこもっていて、で、大変難しい、だから母性論じたくないって人もいます。危険だよ、そんなこと論じない方がいいって人もいるし、でも私やっぱり母性論じるべきだと思ってるんで、それまた後で話しますが、置いといて、そういう論点だっていうこと一つ、それから最初に時間なくなっちゃうといけないので、若い方のために言ってきますが、よくですね、皆さん議論していると、昔は子育て大変だった、いろんな便利なものなかった、紙おむつなんかなかった、水道も冷たかなかったし、で自分ですごく冷たい川の水道もおしめなんか洗った、あんな大変な子育てをしてたら、今の人はあったかいところでぬくぬくしてておっしゃる方多いんですよ。特に私の上の世代もっと高齢者の方多いかもしれませんが、事実反してます。子育ては決して楽になってません。
で子育てはもっともっと大変になっているというふうに解いた方がいいと思います。若い方が楽だというのはやっぱりね、もうちょっとねゆっくり見ていただくと、後であのいろいろ条件示しますが、本当に大変な状況が今来てるんです。だから少子化してるんでしょ。少子化もしてるし、どんな問題が起きてるわけですよね。そこのところで最初からね、だんだん楽になってるはずと思わないでください。だからもう問題じゃないですよみたいなことを考えずに、これ本当に大きな問題なんですね。でなぜ私が母性を論じなきゃいけないかと思うのは、そこに書いてあるものなんですが、母性って何か、女性が母として持っている性質、まあ、あの大日向雅美さんの、論文がここに収録されてます。こちらあたりに母性と言葉のね、その語源だとか、今のその辞書で聞く意味とか、特に医学や生理学などで使っている意味とかがいろいろ控えてますので、確認してください。大体こういう女性の母として持っている性質を言うんだそうですが、大変限定された意味で、妊娠中から、その出産した後ぐらいまでの人を言う場合と、女性なら全部持っているものだと論じられて、結婚してような姉妹が、出産してような姉妹が、もう閉経してような姉妹が、ね、女性の持っている性質みたいに生理学に浸ったりする場合もあって、詐欺的なんだそうです。ただその女性が要するに母親になるという機能を、使用しない、使用するはともかく、かなりの多くの女性たちはみんなほとんど備えていて、あるいはそういうものを母性と医学的に呼んでいるということだそうです。でただその母性って概念がさっきその表裏にもなるし公理にもなると申し上げましたが、いろんな意味で多様に使われて、単にその身体の機能やその特質という意味ではなくて、もっとその母性本能だとか、母性というその価値観だとか、いろんなイデオロギーだとか、いろんな形で使われるんですね。あの天皇を母的なものと呼んだりですね、天皇って母だって昨日あったかなとかね、いろいろあれ思うじゃないですか。全然こう違う意味で使われるんですね。そういう意味でですね、あの母性って言葉は大変転用しやすい、多義的な意味を持っているっていうことをまず申し上げておきます。でなんで母性を論じなきゃいけないかっていうのは、論じることが必要か、論じなきゃいけないって結論出すんじゃないんですよね。その結論、どれが正しい母性の定義かとか、母性はどうあるべきかの論じんじゃない。母性がこれまでどのように扱われ、今それに関連して何が起きているかってことは、私は常に見とくべきだと思うんです。特に女性の解放だとかフェミニズムだとか考えるときに、これ抜きにして考えたら絶対ダメだと思っています。なぜだかっていうと、まずね、これ生殖における行政の負担の不平等っていうのは確実にあるんです。これしっかり見なきゃいけない。これをね、すぐね、あのね、なんていうかな、大したことないよ、そんなに産み育てるなんて簡単だよとかおっしゃる方いるんですよ。やってみりゃ分かるって、やってみなさいと分かんないだろ。やってみなさいって分かると思うけど、やった人に話聞けばすぐ分かります。とんでもなく大変ですよね。労働時間として何時間かとか。実際に、まあ、人によって相当差があって楽々あの妊娠出産期を乗り越えて子育てもパッとやれる方もいるし、その間の出産も結構大変な方もいらっしゃいます。命を落とす方だっていらっしゃるし、それこそ何ヶ月も病院入院したきりとかって方もいらっしゃるし、子育てだって本当に楽々いく方とものすごくいろんなことある方いらっしゃいます。それから単に身体的負担が大変だってことだけじゃなくて、精神的にも凄まじく大変ですね、これね。出産、妊娠期、出産不安だとかね、それから子育て期の時の子供がね、病気になった時のあの、なんか気も狂わんばかりのっていう、そういう気持ちだとか、子供を亡くされた方とかね、いろんな話聞くと、これ本当にね、もうなんていうかな、こんなに感情かき乱し、これほどね、このなんていうか、人生に対してこうダメージになったり、あるいは喜びを与えてくれたりね、有頂天になったりね、そういうことをすることって他に比較してはこんなにあったなと思うくらい、もちろん結婚のが重要とかねもっと重要とかある方もいらっしゃるんですが、多くの方にとって、子育てに関わること、妊娠出産に関わることってすっごい大きな経験なんですね。でこれだから抜きにして話したら、本当にそのフェミニズムってことを考える上で、そう重要な論点をその落とさずに話したことになるかっていうと、私はちょっと違うと思う。でまずそれは女性にとっての、その、まず負担も大きいってことと、もう一つは、感情的にもかなり巻き込まれるって話を一つさせていただいて、ただ他方アンビバレンスでもう一つの方、これやり始めると疲れるんですよね。まずね、母性って話をするとね、
だから女性は男女平等にできないんですよ、その話にスッとこういくんですね。女性がその母親になるとってこんな大変ですとか、妊娠中はこんなこともあります。そうでしょ、だから男女平等なんて嘘ですよね。女の人には子供を産み育てるって大事な機能があるんだから、やっぱりね男とは違うんだって話にパッと大体いくんです、日本だと。ね、すごく困る、困るっていうか、それがあるんで怖くて話せなくなってるところもあるわけです。本当はこんなに負担があると思ってるのに、働いてる女性なんか負担を隠して、なんでもないみたいな顔して、お腹痛くて大変なのに、大丈夫よ、私平気よみたいな形で無理してやるとか、子育てだって、あ、大丈夫、大丈夫、なんとかないよ、大丈夫よって、そういうふうに思う人すごく多いんですよね。話とその話したら時間なのでやめますか。もう学生と話してて、学部の学生なんか話してると妊娠出産なんて遊びしまえっていう、まだ20代の妊娠も出産もしたことない人が妊娠出産子育てで両立するなんて当たり前じゃない、先生そんなの、なんで先生そのこと文句ばっかり言ってるんですか、誰でもできるでしょ、やってから言えばいいってね、嘘ですよ、そういう感じに、私が感じるにはすごい能力ある人が全力を挙げて両立させようとして、初めてうまくいかないからギリギリぐらいの線でやり遂げられるような凄まじいことです。でそういうことを今若い方はみんなね目指してるわけですよ。笑ってる？すごいんだよこれ。だからちゃんと聞いて、ちょっとでも環境を良くするためにひたすら努力しないと、とんでもないことに自分なっちゃうの。脅かしたら少子化なるよ。そういうふうに言ってね、そうやってね、軽い、なんでもないって言わせて、で、実際にその出産させて、うん、こんなはずじゃなかった、うん、ひどい目にあったと思ってる人いっぱいいるんだから、やっぱりちゃんと聞くべきなのよ、そういう話はするべきなの。だから環境を良くするように、今から努力しないといけないんだと思うんです。それをね、させないようなシステムとして、なんでもないっていうのはあると思うんですね。実際はそういう人もいます。もちろん何でもなく楽々乗り越える方もいらっしゃいますので、安心してくださいね。個人差こんな大きいものはないので、ただ大変な人にとっては本当すごい大変なので、そのあたりのことは大変だってことを簡単に言えるような環境も作りましょうよ。子育て大変だなんて言っちゃいけないなんて、それじゃあね、やってる方としては死んでしまう。どっかで生まれ死にはしないととかね。それでまた世界につなげていかないと、これを支援してくれるためにどういうシステムが必要かっていうのを考えてもらわないと、そんな簡単にね両立なんかできないんですよ。もう同じ人でできることでもない、ね、まあ、でもう一つ、それでもう一つ申します。で、母性をめぐるですね議論ってしばしば熱を帯びて錯綜して女性を分断します。産んでない人とか産んでる人とかね、それから子供が一人の人、二人の人とかね、子供が健常な人と、それから障害のある人とかね、子供がうまく受験戦争を乗り越える人と落ちちゃう人とかね、いろんな人いるんですよ。で、その度ごとにね、これは私だけじゃないかと思いの中で、もう母になることっていうのは、人とつながること以上に、他者の他の女性たちと分断されて、私一人、うちの子のことを悩んでるの私一人って、この本当にね、竹野文恵子さんって、あの被災、今東日本大震災ネットワークやってる彼女の友達なんでさ、彼女の私に言ったのは、母親になることって孤独になることよ、私もそう思いますね、孤独になること、うちの子のことについて本当に考えて心配してるのは私一人なんじゃないかと思うくらいの辛さを生きてくる、うん、そういうことだと思うんです。で、なので分断されちゃうんです。私はこのこと必要だけど、他の人にとってはそうでもないだろうとかね、あの人はうまくいってもいいな、私はそうじゃないとか、うん、話を聞けば聞くほどですね、なんかこんな辛いことはないと思うんですが、でも他方、喜びもすごく大きいんですよね。子供がね、たまたまお母さんありがとうとか言ってくれた時とか、努力してたことがうまくいった時とか、もちろん生まれた時も、その時も、本当にこんな幸せなことはないと、あと何もかも忘れることにも嬉しいことも起きるんです。だから、あの本、アメリカの母性とも訳したことあるんですが、母性について語ることはこんななったりね、こんなさなったりっていうね、ジェットコースターに乗ってるようなもんだ。で、これをもっと短いタームでやっちゃうのが不妊治療の人たちで、この人たちは喜びと落胆をこんなにやっちゃうから、すごくストレスがあって精神的に弱っちゃうんですね。本当に凄まじいということで、ちょっと母性の問題、すごく大変です。で、次いきます。で、そういう話がなかなかね、
女性が母性をどう感じているかって議論が本当に議論だったんです。60年代ぐらいまで、70年代も含めて。で、少しずつここに収録した木村栄さんとか、閉ざされた母性とか、あるいは牧野さんとか、あの人たちが一生懸命、あの世代の人たちが話を集めて、で、その単に母性って幸せだけじゃないんだよ。それ以前は母親なら母性本能だから、子育てできて当たり前じゃん。母親に子育てしてるのに幸せじゃないなんて、そりゃあんたが悪い、罪悪感が、そのあんたの子育てを楽しめないのはあんたが母性、母親に向いてないからだ。で、母親は責任論で全部一貫してて、なんで母親が母性、その子育てやそういう時にいろんな葛藤を抱え込むのか、妊娠出産に対してとっても辛い思いをしたりするのかってことについては、言っちゃいけないことになってた。言えない。それがその否定的な経験を出せるようになったっていうのがフェミニズムの中でして、なのでみんながそれぞれの言葉を出しているのが、その急変の方には相当入ってます。で、孤立した子育てとか都市部のね、特に新中間層の人たちは初めて高学歴層、そういった子育てを経験して、全然これまでと違う子育てなんだってことに直面していくわけですね。それから、あとは障害を持った人がいろんなことを言われて、どうしてこんなこと言わなきゃいけないんだと思ったり、そういうその様々な経験を前半でもうちょっと話してるとね、嬉しいんですけど、もう15分が経っちゃったんで、あと5分、ここに後半入れなきゃいけないんで、それは後で見ていただければと思います。で、新編の方で一番焦点当てましたのは、2の激流の中の母性です。そういう状況だったんですが、私は15年前までは、やっぱり日本国内のさまざまな女性の経験や歴史的変遷に焦点を当たっていて、あまりですね、海外の視点だとか、それがその大きな意味でどんな変容過程にあるかなんてことは考えませんでした。ところがですね、この15年間の間にですね、さまざまなというか、すさまじいことが母性を巡って起きました。で、一つは、日本の国内から言うと、少子化が進行したってこと、少子化が進行したことによって、例えば医療3回も減ってますし、小児科医も減ってます、子育て環境も悪化したんですね。それからその後経済的環境も悪化したにもかかわらず、保育園が増えないんで、待機児童数が非常に増えてるっていうのは、子育ての環境、出産に子育てをめぐる環境が日本国内で非常に悪化してます。例えば、里帰り出産なんかすごくしにくい。それから、育児休業を取ったその女性たちが、仕事に戻ろうとすると保育園がないっていうことで退職に追い込まれてます。そういうことを前提にして子供を産むかどうか悩んでる人っていっぱいいます。保育園に入れないんじゃないか。だったら産んじゃってね、子供を持っちゃって、それで保育園なかったら辞めるしかないんですよ、今の状況。そういう状況に追い込まれるくらいだったら産まない方がいいんじゃないかって悩みをたくさんの人は抱えてます。特に都市部はすごいです。私の大学八王子にあるんですよ。八王子はもう東京都の中で最大の待機児童数を誇ってまして、もうたくさんの女性たちが産めない、産んだけど戻れないということを言ってます。そういうことが起きてます。それだけじゃないですね。もう一つは国内に焦点を当てて、考えてみても、まず考えるんですけど、この中では後半に書いてありますが、生殖技術が急速な勢いで進んで、体外受精、胚移植に関わるような技術の普及が急速に進み、現在ではだいたい1万人以上、生殖技術を使って生まれてきています。100分の1の100、すごい数ですよ。すごいんですよ。ちょっと珍しい例じゃないんです。普通なんです。で、ごくごく普通の人がちょっとその妊娠しないからといってお医者さんに行くと、すぐ不妊検査させられて、すぐ不妊治療のレールにバーッと乗せられていきます。あっという間です。何一つそこにはあれありません。あっという間で先まで体外受精です。話になるんです。そうすると大体1回100万円ぐらい取られて、それを何度かこう半年に一遍とかやらされて、すごい身体的に負担が大きくて、仕事と両立できなくって、その中でどん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 ですね、妊娠することに夢中になりますので、妊娠したかなと思うと夢のような気分だけど、流産しちゃったとか言うとドタンと落とされるっていう、それを何年も繰り返させられて、ほとんどの精神的に病気になると本人たちがおっしゃっています。
そういうようなことがごくごく普通の経験として今起きるようになってきています。またその子どもはそういうふうに簡単にその不妊治療で治せばできるよっていうようなその療法が行き渡っちゃったことが治さないでいることを困難にしています。病院に行かないで私はいいや子どもなんてできないんだからと思って思うこともできたんですよね。私はたまたまできないんだいいんだそれで今そう思えない方が増えてます。なんで病院行かないの、病院行けば治せるじゃないのとか言われちゃうと行かないでいるわけにはいかない、特にお嫁さんは行かないでいるわけにはいかないってよくおっしゃるんです。嫁の井という立場に自分が固執する以上ね、行かないでいるってことは家の方に申し訳ない、離婚するしかない、離婚しないで済むためには努力をすることだ、努力とは何か不妊治療をすることだ、本当に大変ですよそういうことになっちゃうと。でもう一つ言っとくと、不妊治療っていうことは女性のが原因で起こることじゃないですよ、男女両方良性が原因なんですよ。にもかかわらず日本社会では子どものことは母親の責任って考え方がものすごく生理まで全部包み込んでいて、男性が不妊原因だった場合も女性すべて治すんですよね。で男性性不妊の場合も女性が責任あるかのように世間で思う人が多くて、でそのことを外に言いたくても言うと夫があまりにもかわいそうだから言えないと思いを抱えて、そんなことその夫のね身の恥をねさらすわけにいかないから私の悪者になればいいんだとか言って、すごくね社会的なプレッシャーを我慢してらっしゃる方とかたくさんいらっしゃるんですよ。でこういうこともね最近だから起きてるんです。でもう一つこれでもう3番目の形を話をさせていただいても終わりますが、日本はこんな感じなんですが、実はその先最後のところの精神職医療の中で申し上げたその、ところで、日本ではその例えば代理出産とか、代理母のようなその契約認めてません。これいろんな理由があって認めてないんですが、その結果ですね、使える生殖技術と使えない生殖技術があって、かなり海外でお子さんを産んで帰る方が増えています。医療ツーリズムみたいなことが起きていて、今その出産は国内でとどまりません。世界いろんなところからこうやるようになってきています。この勢いがものすごく進んでいます。アメリカに行くと1000万かかると、インドだと100万で産めるそうですので、どんどん最近はアジア化しています。すごいんですね、この勢いがね。でそういうもののそれをもうちょっと大きな世界的規模で言うと、再生産労働の国際分業っていうのが世界中で進展してます。で再生産労働、上野先生一番詳しいと思いますが、出産子育てだけじゃなくて家事とか介護とかそういうのを含めて、それらが世界で分業されるようになっている。なのでヨーロッパにはたくさんの、家事のための労働者が先進国にアメリカにヨーロッパに行ってます。それから、その人一環としてインドみたいに出産するのを本当に子宮貸して手伝うようなそういう国も産業として行われています。で日本はそういう中では相対的に静かな方です。ちょっと海外行く方はいるけども、日本そのものにたくさんの家事労働者が来てるってことはまだないんですが、世界中で見るとこれは当たり前のことになりつつあって、ヨーロッパアメリカのフェミニズムの中で最大の問題は第三世界から来ている家事労働者っていうのを使って平等になっているアメリカやヨーロッパの女性たちをどう考えるか、そういう方でいいのかってことが大問題になっています。日本は逆にそういうことを使わないから女性の社会進出はなかなか進まないし、男性の方はほとんど参加しないですね。なので、非常にこうヨーロッパやアメリカに比べるとずっと社会参加の度合いが低いままで、家事と育児の両立にものすごい大変な状況が続いている。これをどう考えるか、この辺になるとねもうねなんかすごく凄まじいです。であともう最後にありました、兵藤さんのね、国際政治の話が出てます。なんだっけ、パリでね、銀行政策におけるリコラダクティブヘルスライフとトランスベクトル事業ネットワークになっている、なんか難しそうな名前ですが、実際に生殖に関わるさまざまな国際的施策というのは宗教団体だとか製薬社会社とかいろんなところの、あるいはその人口ナショナリズムだとかね、いろんな政治的な力の激突する場所になっています。
で私たちはそういう力の影響を受けながら国内における、その生殖政策というものを、が決定されて、それによってまた我々は影響を受けている感じになっていて、決してその生殖をめぐる問題っていうのがごく身近な身体の問題だけじゃなくて、私たちの実感の問題だけじゃなくて、ものすごく大きな政治的な問題の一つなんだっていうことを徐々にそういうことを認識してきました。でそれらについてのまだ分析は十分ではないと思いますが、今後ますますそれらは、強くなっていくと思います。ちょっと待っちゃう、ごめんなさい、すいません、ありがとうございました。